それでは明太パークのウインナーと肉ガチャで出た肉と牡蠣と卵とチーズ、あとはポップコーンとかをね燻製にしていきたいと思います。お肉を焼くのはこのホットプレートでサンルームで焼いて、あとはあそこでちょっと燻製したいと思います。全体につけずにある程度やって広がらそうがいいんかな。どうなんや。おお。いい？もうちょっと。全体やる。一旦行こう。煙がすごい。あれ、それはお香みたいなやつ、あのお香とか焼香するやつみたいなやつ。一回ちょっと様子見て、消えてたらまた。消えてんじゃん。あれなんかな、山みたいに積み上げたらこうビューって。消えるんですけど、これは何チップ？桜チップです。もっと煙出てた。閉めるけど、さっきもっと煙出てたよな。うん。出てきた。これちょっと置いてみるか、一回。うん。はい、じゃあ、一回試しに。あとは様子見ましょう。はい。テイク2。あれで直につけたらダメだったみたいなんで、やり直し。調べ直しました。時間ロスです。着火台の方が早く燃えるな。これに着火台が、そういや本みたいなのもないんだ。キッチン
プングじゃなくてあのちっちゃいやつ、ゴミ拾うような挟むやつ。ないわ。あったっけ。料理用のトングはあるけど。そうする。いい声もらう。ちょっと燃やされた。ひばさみや、名前を思い出した。ひばさみもありました。なんか火がさ、合成の火みたいに見える。もう1時間ぐらいこれやってる。ちょっとやっぱ普通の炭は火がつきにくいな。どの炭やったらつくやすいの？着火剤付きの炭はつきやすいけど、普通の本ちゃんの炭はなかなかつかない。おお。これもう乗せたらいい、あ、ダメなんかな。まあ一回やろうか。これダメなの？この感じやと火出てたらあかんの？いや別にいいと思うけど、これがまず引火せんかったら火すぐ消える。着火剤すぐ消えるからな。一回やってみようか。よっしゃ、やっとや。火強すぎか。卵な、味玉にしたらよかった。うまいな。よいしょ、 OK。やっと煙が出ました。やっとチーズやる頃にもう12時になって。まあ一回食べながら来た。やっと火が出ましたけど、すごい煙、桜の匂いとかもう意味なさそうな感じですね。イブされてます。火ついてないかな。ちょっと弱いか。でもついてる。ほとんど100均で揃えてます。炭とかも100均ですし、これもですし、メスティンはワークマンで買いましたけどね。この下のやつも100均、ダイソーの1000円。ちょっと火をつけてみました。これ燃えすぎたらやばいな。まあ今着火剤を入れたんですけど、でもあったかい。でも中はまだ全然。ゲームとお酒を飲みながら待ってます。やばいやばい、燃えすぎてる燃えすぎてる。熱っ、燃えすぎてる燃えすぎてる燃えすぎてる。あ、中の火燃えてる。やべえ、これやばいぞ、これやばい。一気に中燃えてる。
着火剤を点火したのは失敗でした。焦げましたちょっとだけ。でもまあまだセーフですね。またちょっと焦げてしまいましたけど、まだギリセーフでした。ちょっと肉の破片食べたけど美味しかったですね。で一旦これ全部燃えてしまったんで、もう一回新しいやつを追加してやります。着火剤の追加は危険なんでやめましょう。さっきみたいにチップの方が燃えてしまいます。結構ね早く入れないと腐りそうなんで、牡蠣もちょっと寄せて入れました。時間かかりそうなんでね、ずっと外に放置してたんで腐る方が怖いですし、すごい目が煙たいです。結構ねいい匂いしてます。すごい近所迷惑になるかもしれないですね。じゃあメスティンでご飯も炊き始めます。こっちもチーズも焼き始めてます。でこっちで焼肉、これが燻製でできた肉とソースです。もうちょっとかな、ブクブク水が出てきたら終わりかな。ご飯もほかほかホクホク柔らかくできました。普通に焼いたお肉も美味しいです。あ、いや豚肉のミルフィーユ入った、美味しい。エスティンで炊いたご飯をハヤトが小分けしてくれてます。あ、こぼした。はい、ありがとう。生牡蠣と、まあ、牡蠣も焼いていきましょうかね。近づけた方が落ちるで。それ近づけると落ちる。そうそうそう。全部。チーズまだ後でもうちょっと焼くから。無理？取れる？取れる？取れる？牡蠣取れる？全然取れない。全然取れない。パパは？うん。 OK。 全部？最後にポップコーンを燻製に、はあ、ヨッパッピーで最後あと片付けはすごいめんどくさいですね。